ブラウンダスト2の花、戦闘の授業よ。ブラウンダスト2の戦闘は戦略シミュレーション方式なの。与えられた条件を利用して最大限の戦術を駆使することが大事なのよ。一気に進めちゃうと難しいでしょうから、一緒に見ていきましょう。まずフィールドで敵と出会うと戦闘に突入するわ。本当なら戦闘開始をタップするまではバトルが始まらないけど、自動戦闘をタップして全てのターンを自動で進めることもできるわよ。でも今回は初めてだし、直接戦略を立てる方法を説明するわ。攻撃順は仲間のアイコンをどう配置するのかによって変わるの。一番上に配置した仲間から攻撃を開始するのよ。もし攻撃順を変えたいのなら、仲間のアイコンを長押しして好きな場所に移動させてね。それとアイコンを選択すればその仲間の情報が見られるわ。仲間のステータスはもちろん、どこを攻撃するのか、どんなスキルを持っているのかも確認できるの。戦闘参加メンバーが他のコスチュームを持っているなら、そのコスチュームのスキルも使用できるから、慎重に選んで使いましょう。敵も同じように選択することで情報が見れるわ。味方と敵の攻撃対象、攻撃範囲を把握して配置に活用してね。配置の変更方法は簡単よ。攻撃順を変える時のように仲間のアイコンを長押しして場所を変えるだけ。準備が終われば戦闘開始よ。どう？思った通りに戦闘が進んだかしら？味方のターンが終わったら自動的に敵のターンが始まるわ。そうして攻撃をいなしたら再び戦闘準備ができるの。自分の仲間が戦闘不能になるのが嫌なら、敵のターンまで考慮して戦略を練ることね。もし毎ターンの戦闘準備が面倒で自分たちが敵よりも強いなら、自動戦闘をおすすめするわ。でも敵が自分たちより強いなら、自分で戦闘準備をして勝率を上げましょうね。戦闘に勝てばたくさんの報酬をもらえるから、頑張って挑戦しましょう。そうだ、戦闘不能になった仲間は安全区域の宿に行けば回復できるわよ。戦闘で負けても再挑戦できるから心配しないで。戦略を変えたり仲間を成長させて何度も挑戦しましょう。今日はここまで。次の授業では戦闘について詳しく学んでみましょう。みんな、次の授業も楽しみにしていてね。